新研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが行う新研ゼミの中学生向けの通信教育である。1972年に通信教育、セミナージュニアとして開校。中1講座、中2講座、中3受験講座の3講座を開講しており、各学年に対応している。一人一人に合った学力レベル別、都道府県別対策を特徴としている。 主な教材は以下の通りなお一部の教材ではコース制を導入しているものがある。授業対策のためのメインテキストとして5教科のチャレンジが配布される。国、数、A は教科書ごと、理、社は授業の進度ごとにカリキュラムが分かれており、理、社では必要な時に不足する教材をリクエストすることもできる。2006年までは A、数、 国が一冊の本になっており、2007年度から2011年度までは、1教科ごとに一冊ずつとなったが、2012年度以降は、A、数、国の3教科が一冊になった。紙のテキストと同時に、iPad、または専用の Android を搭載した、タブレット端末、チャレンジパッド2を用いて学習する。iPad は学習以外でも幅広く使用できるが、チャレンジパッド2では、 初期設定を済ませると学習用途以外の使用ができなくなる。なお、以前にも紙のテキストの副教材としてチャレンジタブレットを配布していた。定期テスト対策としては、定期テスト予想問題集、定期テスト暗記ブック、実技強化予想問題集、実技強化暗記ブックが一般的な定期テストの実施時期にあたる4月頃、9月頃に届けられている。問題集は、 全国の真剣ゼミ会員から学校で使用された定期テストを収集し、それらを参考に問題づくりがされている。提出課題は数多く存在し、各講座で毎月提出課題が出される。提出課題には、提出すると必ず努力賞ポイントがつき、決められた期間までに提出すると、通常よりも多くのポイントが加算されることもある。他にも、ゼミに友人を紹介したり、 テストの問題を送ったりなどした場合にも、努力賞ポイントが加算される場合がある。努力賞ポイントは、努力賞プレゼントと交換が可能で、市場価格が高価なものほど必要なポイント数が増える。小学講座の頑張りシールも、1枚、イコール1ポイントとして使用することができる。情報雑誌として、ミスタイル、入試情報雑誌、保護者向け情報誌として、親ゼミ、 その他苦手対策教材がある。最近では Web でのサービスが活発になっている。会員専用サイトがあったり、提出課題をウェブを通して提出、返却できるサービスや、学習、進路サポート、保護者サポート、無料メールマガジンなど、他にも数多くのサービスが行われている。また、2015年3月25日からは、会員専用の追加料金不要。 iPad アプリ、デジサプリの提供が始まり、2015年7月25日からは、会員専用で、電子書籍や動画を提供する、電子図書館学びライブラリーの提供が始まった。中学1年生を対象とした講座。メインテキストの英語と数学が、コース制となっており、スタンダードとハイレベルに分けられる。提出課題は8.123月以外に、赤ペン先生の問題。 他に8.123月には実力診断マークテストという提出課題がある。中学2年生を対象とした講座。メインテキストの英語と数学がコース制となっており、スタンダードとハイレベルに分けられる。提出課題は8.123月以外に赤ペン先生の問題。他に8.123月には実力診断マークテストや1月には、 合格可能性判定模試という提出課題がある。中学3年生を対象とした講座。メインテキストは受験勉強に励むことができるように、1年間の授業内容を12月までに終えるようになっている。7月までは受験チャレンジの英語と数学がコース制となっており、これまでのスタンダードに相当する受験総合コース、ハイレベルに相当する難関挑戦コースに分けられる。 また、2012年度より、公立高校において、独自入試を行う高校に対応する最難関、挑戦コースが新規に設けられた。これについては専用の難問品質テーマ攻略のテキストが9月号より添付されている。これで、中学1年生、中学2年生の基礎を完成できるようになっている。9月からはご教科が、レベル別に、 さらに47都道府県別の構成となっている。これで実践力を習得する。提出課題は9.10月に赤ペン先生の問題、5.67.12月に実力診断マークテストや苦手診断テスト、4 8 1月に合格可能性判定模試がある。1.2月には47都道府県別のリハーサルテストがある。 また前述の最難関挑戦コースでは、これとは別に難問に対応したリハーサルテストが同封されている。小学講座と同様に中学講座でもキャラクターが登場し、こちらも実在する社員をモデルとした各学年の編集部員の先生キャラクターがメインとなっている。編集長、各教科担当、生活応援担当で構成されており、 小学講座の構成とほぼ共通している。先生キャラクターは数年おきに交代する。1997年まではアシスタントキャラクターとして、小学講座同様に、ケンイチ、シンコの二人、タヌキのポコカニのカニマル、ライオンのライキチ、ブルテリアのブッチの動物キャラクターに加え、メガネをかけたトラネコのニャンペイの計5匹が登場していた。なお、 これらのキャラクターのうち2001年版の中学講座教材でニャンペイライキチが復活、コウモリのノアと共に使われた。チャレンジ A は和英辞典の差し絵でもニャンペイはじめブコマッチの5匹、ケンイチ、シンコが使われていたものの第3版ではニャンペイ、ケンイチ、ユリの3名のみに減少。ただし最新のチャレンジ中学 A は和英辞典第二版においても 差し絵の一部に、ニャンペイは残っている。また、イングリッシュチャレンジレギュラーコースには、ギーブが登場していた。2011年度までは、国美数々、秀デと、リキシャタローが登場していた。2012年度から、国有数エイムリータシャラに、キャラクターが一新された。名前は、教科名から付けられている。なお、ハイレベルコースには、アシスタントは登場しない。 2021年度からは以下の通りのキャラクターになるなるほど理解な授業を目指す大見先生が開発した新米 VT チャー。2009年9月に開校したオンライン塾。進学塾のような難関校対策のライブ授業が自宅で受けられる。新建ゼミを受講していなくてもエベレスの受講はできる。各都道府県の入試の過去問を集めたテキストを使用して授業を行う。 テキストは各講座ともにテーマ公開日までに自宅に郵送で届く。基本的な授業の流れとして、実力判定テストを受ける予習ムービーを見る、理解度チェックを受ける、ライブ授業を受ける到達度チェックを受ける、復習ムービーを見るという流れで進む。講座によっては予習ムービー、理解度チェック、到達度チェックがない場合もある。本講座中13月中3月まであり、 週2テーマ、1ヶ月8テーマ、3月対中2、12月は、数学、英語3から4テーマ、国語1テーマ、中2、1月中3、2月は、数学、英語3テーマ、国語2テーマの授業が受けられる。入会金不要、途中入会、大会も可能。また、ライブ授業の日に都合が合わない場合は、他の予備、時間帯に、振り替えができる。 二ヶ月に一度、実力判定テストを受け、各教科ごとに二ヶ月間のクラスを決める。A クラスの場合、予習ムービーを見た後、理解度チェックを受ける。ライブ授業は40分間。ライブ授業を受けた後、到達度チェックを受け、自分がどこまで理解できているのかをチェックする。書き講習中一話なし。中二は7月末8月上旬に1日に授業、7日間。 計14テーマ、中3は8月上旬中旬に1日に授業、13日間、計26テーマの授業が行われる。理解度チェックを受け、SBE の2クラスに分けられる。1学期までの総復習ができる。当期講習中1話なし。中2は12月下旬に1日に授業、4日間、計8回の授業が行われる。中三は十二月下旬に中二と同様に、 数学、英語4テーマずつ、計8テーマの授業が行われる。中3は加えて、1月には、毎週か、金曜日に、計8テーマの数学の授業が行われる。また、12月と1月の冬季講習は、別々に受講することもできる。12月は、理解度チェックを受け、SBE の2クラスに分けられる。一月は、クラス分けはない。二学期までの総復習ができる。 理社講習中2の3月末に4日間、計8テーマの授業が行われる。理解度チェックを受け、ライブ授業を行う。2年までの理科、社会の総復習ができる。理社コース中3の12月から2月に、毎週土曜日、または日曜日に12週間、計24テーマの授業が行われる。理解度チェックを受け、SBE の2クラスに分けられる。3年までの理科、 社会の総復習ができる。特進コース中3の8月から2月に、毎週土曜日に、数学21テーマ、英語7テーマ、計28テーマ授業が行われる。授業は、本講座と違い、90分。東京、大阪の難関校に特化した対策ができる。神奈川県特色検査対策コース中3の8月から2月に、毎月1テーマ、計7テーマの授業が行われる。 授業は、特進コースと、同様、90分。神奈川県の特色検査に特化した対策ができる。作文、小論文記述力対策講座中3の9月から12月に、毎月1テーマ、計4テーマの授業が行われる。授業は本講座と同様、40分。入試で出る、作文、小論文に特化した対策ができる。 赤ペン先生に自分が書いた文を添削してもらえる。リスニング、英作文講習中3の10月から2月に、毎月2テーマ、計1 0テーマの授業が行われる。授業は本講座と違い、60分。入試で出るリスニングや、英作文に特化した対策ができる。2月は、各県の入試に合わせた2クラス制。高校準備講座中3の3月末に4日間。 計8テーマの授業が行われる。授業は本講座と同様40分。中学で学習した内容を土台にして、高校で学習する内容の先取りができる。エベレス中学講座における最終講義。クラスは自分で選択する SBE の2クラス制。その他本講座を受講すると無料のイベントに参加できる。これらは基本的に日曜日に開催される。 合格戦略ライブ中3の4月9月に行われる。受験までの勉強法などの戦略をエベレス塾長が教える。歩行ライブ中3の5月中旬に英語、5月下旬に数学が行われる。それまでの授業の復習ができる。エベレス選手権中311月上旬に行われる。2020年度は東チームと西チームに分かれて問題数の正解数を競い合う。 問題は、理科、社会から出題される、エベレス卒業式中3の3月中旬に行われる。ありがとうございます。